どうも、ポテトンです。今回はサムライ道外伝刀神のゲーム紹介をしていきます。まずはじめに主人公は一本松と呼ばれる拠点にやってきます。そして主人公がそこで目にしたのは、借金の肩として今まさに連れ去られようとしている鍛冶屋の娘堂島七海でした。そして七海は借金取りに連れて行かれてしまいます。その後鍛冶屋の堂島に話しかけると、自分の名を名乗るように言われ、ここで名前を設定していきます。名前の設定が終わると、主人公は堂島の借金返済を手伝うことになり、地下のダンジョンでお金を集めていくことになります。地下の樹海と呼ばれるダンジョンは、基本的には不思議のダンジョンシリーズと同じ仕様になっていますが、今作はアクションゲームとなっています。そのため不思議のダンジョンシリーズでおなじみのターン制は採用されておらず、このようにリアルタイムで進行していき、緊迫感のある戦闘を楽しむことができます。戦闘ではオーブゲージと呼ばれるゲージが溜まると、このように刀タイムというものを発動することができます。刀タイム中は移動速度の増加や攻撃範囲の増加、お腹が減らないなど様々な恩恵を受けることができます。ゲージがなくなると刀タイムは終了しますが、オーブゲージを貯めることで再度発動することができます。また戦闘では刀攻撃の他に蹴りや投げを繰り出すことも可能です。敵にガードされた場合にはこの蹴りや投げが有効手段となってきます。さらに本作ではパリーシステムも採用されており、敵の攻撃が当たる直前でガードまたは回避することで強力な攻撃を繰り出すことができます。本作では刀に耐久度が設定されており、使い込むほどに耐久度が減っていくため、ダンジョン内ではいらない刀を素材にして修理することになります。また同じ刀を使い込んでいくと、このようにだんだんと技が解放されていきます。さらに鍛冶屋に頼めば刀を強化することができ、必要な素材が揃っていれば攻撃力または耐久力を上げることもできます。そして豪の書というものを所持していれば、武器をさらに強化するためのスキルのようなものをつけることができます。豪にはいろいろなものがあり、お金や経験値の取得量が上がるものや、武器の威力や耐久力が上昇するものもあります。本作ではソロプレイ専用ではなく、オンラインモードに設定することで階層を降りていく際に他のプレイヤーとランダムでマッチングすることがあります。マッチングした際には一方が勝負を選択することで敵対プレイを行うことができます。勝負をした際に無事勝利することができれば、相手の刀をもらうことができます。また協力の意思表示をしたとしても途中で裏切ることも可能です。そしてマルチプレイをした際には敵が強くなるというデメリットがありますが、その分経験値やお金が多くもらえるというメリットも存在します。はい、といった感じで主な特徴を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。こちらは PS4 版になりますが、スイッチでも発売されていますので、気になった方や不思議のダンジョンシリーズ好きの方はぜひ購入の方を検討してみてください。それでは、またねー。